こんにちは。こんにちは。はい、今日もやってまいりました谷口くんのおやりノートボリューム12ということで、今回もこちら、新しく出たカタログの中から新商品を、紹介していこうと思いますね。新商品はこちらウクレレでございます。で、今回、その開発に携わってくれた金子くんと、村田くん2人に来てもらって、一緒に進めていこうと思います。よろしくお願いします。お願いします。はい、というわけで、今回の、紹介する楽器を、村田くんからじゃあ、一つずつお願いします。はい、ソプラノが USM1、で、コンサートが、UCM1、そしてテナーが UTM1 になります。今回のカタログから、ウクレレの制作を、ギターの、ライン制作で今までやってきたものを、このお二人に、移行するということになっておりますけれども、そこら辺いかがでしょうか。そうですね、まあ、より二人でやっていくっていうことで、もっと集中的に専門的に突き詰めて開発だったり制作力を注ぎ込めるようになったので、まあ、前のものがいい悪いっていうことではないんですけども、より良いウクレレが作れるようになったかなと思ってますね。そうですね、もともとウェブショップの方で小さい楽器軍団を作ってましたもんね。そうですね、ミニギターから最近ですとオルゴールまで、今回のウクレレと同じようなブレーシングを、うん、そうなんですね、してます。そこの技術が、はい、ノウハウを生かしていきながら制作を行っていってますね。そうなんですね。はい、というわけで、この3機種従来モデルといくつか変わったところがあるっていうことなんですけど、そこら辺を一個ずつ紹介していきたいんですが、まずどこが変わったんでしょうか。まあ、まず一番変わったのが、ブレーシング、ブレーシング中の構造なんですけど、ここが一番変わりました。はい、一応サンプルを今日は持ってきています。あ、内側ですね。なかなか見れないところですね。はい、企業秘密にしたいところ。見せていいのか。はい、バクるならバクる。そういうこと。はい、待ってるぞと。なるほど。これはなんかどういうものでしょうか。ですね、基本的には X ブレーシングから始まったんですけれども、まあ、X ブレーシングをどうやって弱くしようかってなった時に、クロスさせないで、X の質感を再現するっていう、こういう形で結果的になりました。ちょっとずれて互い違いになってて、なんかアルファベットの K のような形になってますね。このブレーシングしたことで特徴というか音的な特徴とかもあるんですか。まあ、まずは音量がすごく大きいところですね。表にかかるテンションが全体的に均一にかかるので、ボコつきみたいなものはすごく出にくくて、 X みたいにクロスさせない分設計に自由度が上がりました。その弱くするっていう言葉が出ましたけど、どういった経緯でそうなっていったんでしょうか。まあ、ハワイのウクレレをまず手本にしたんですけれども、まあ、ハワイのウクレレはすごく鳴るように作ってあって、駒の部分がこうベコってこうへこんだような形になっているものが市販の状態ですでにそういう状態が多くて、わかります、わかります。ハワイの部分持ってますけど、なってますやっぱ。まあ、それで演奏に差し支えることはなくて、ブリッジが剥がれることもないんですけれども、日本のメーカーとしてはそういう状態で出すっていうのはやはりクレームにつながりやすいので、うん、そこは強度も持たせてなるだけへこまないように今まで作ってきたんですけれども、それではどうしても音質が硬くて、でそれを改善するために新しくこういったブレーシングが出来上がりました。X じゃなくて従来のようなファンブレーシングっていうんですか、この1本ピュンと、まあ、こうついてたりするんですけど、それも一応試作をしたんですけど、それですと、まあ、もちろん弱くてよくなるんですけど、この表の材料も木材1枚1枚硬さや粘り気が変わってくるので制御しきれないというか、材料によって多少音が変わりすぎるというか、はい、
なのでばらつきが製品に出てくるので、そういった意味でもこういう風に本数を多くすることによって安定した音作りっていうところを、はい、やってきました。そうなんですね。いっぱいいろいろ試作を重ねての、そうです、ね、このケーブレーシン血と涙でということで作ってきました。なるほど、うん、続いて構造的に変わったところはありますか。はい、ジョイントフレットがですね、以前は14フレットジョイントだったんですけれども、うん、今回のモデル全て基本が12フレットジョイントになりました。ブレーシングの説明の時もあったんですけど、まあ、以前のブレーシングが強くてかつ14フレットジョイントだったので、ブレーシングは強くてブリッジの位置がより高い位置にあったので、うん、より硬い音がしてたんですけれども、うん、一番強いところに近かったわけですね、ブリッジが。はい、でブレーシングをより鳴るように設計しつつ、ジョイントフレットを12フレットにして、うん、ブリッジが鳴るだけ下になるように配置して設計し直しました。もうそれはもうよく鳴るようにするっていう狙いの一つなわけですね。はい、いいじゃないですか。見た目のバランスも良くなりましたね。小さいボディに対して首長だとどうしても少しバランスが悪く見えるような気が、うんうんうん、するんですけど、見た目のバランスも、はい、本格的なウクレレっていう感じのところを狙ってるので、うんうん、なるほど、見た目とあと音の方も両方ともいい方向にっていうことで、12フレットジョイント、はい、はい、あとこの見た目でこのヘッドロゴが新しくなってると思うんですけど、どんなデザインというか、はい、はい、まあ、基本的にはこのヤイリギターのこの Y マーク、シンボルは変わらずに波々ってなってるのが海を表現してるんですね、うん、海っぽい、なんか砂浜みたいな、はい、でこちらがKヤイリと、うん、あとは太陽ですね、これはサンライズかサンセットか、それは見る人で、海と太陽を表して、はい、南国な感じですね。そうです、ハワイの海、なるほど、オレンジの光とウクレレの音に包まれて、そんな感じですね。お、はい、情景が膨らみますエモーショナルな気持ちがありますね。なるほど、これも今回ヘッドのロゴを変えるということで社内で募集をかけさせていただきまして、僕も書きましたけど、はい、皆様からアイディアをいただいて採用させていただいたデザインですね。可愛、ね、はい、いいですね。はい、今回のウクレレ3機種にはユーザーの皆さんに分かりやすいようにパッケージで、オプションが、設定できるということになっておりますけれども、はい、どんなものがあるんでしょうか。はい、はい、でまずは飾りですね。お、こちらは飾りがないもの、うん、でこちらですね、外周のバインディングと、はい、あと口はサウンドホールの飾りですね。はい、他にはブリッジと、あ、ブリッジと、あとはスキー板ですね、ローズのスキー板、ヘッドが、そうですね、違うと、この違いですね、ローズのスキー板みたいな、はい、で裏にはない、あ、裏はないけど、うんうん、これが一つのパッケージとしてオプションまず一つですね、うんうん、そしてロングネック仕様がオプションで指定できます。延長が長くできるってことですね。はい、そうですね、まあ、ソロウクレレをやる方もロングネックの需要はあるので、一応レギュラーでは12フレットジョイントを採用はしているんですけども、まあ、そういった需要を満たすために、まあ、そういったオプションです。そうですね、はい、手が大きい人も、確かにソプラノではちょっと小さすぎるっていう人もいますもんね、どうしても。なるほど、そして、はい、次は、ラッカー仕上げがあるんですけども、こちらはウクレレ用に開発したラッカーで、まあ、厚すぎず薄すぎず鳴りを最大限生かす厚みで、ややセミグロスな仕上がりになるんですけど、そうですね、今標準はかなりしっかりつや消しですけど、はい、少し半ツヤってことですね、はい、まあ、より本場のウクレレらしいツヤやかな、はい、音色になってますね。なんかきっと手触りもしっとりして、そうですね、結構触り心地はいいですね、うん、いいんじゃないですか。そうですか、ラッカー仕上げ、はい、もう一個、はい、はい、
このモデル全部あのマホガニ短パンになるんですけれども、うん、オプションであのハワイアンコアを指定することができます。おハワイアンコア短パン、はい、これは一気に高級になります。高級ですね。ネイロもかなり変わりますね。はい、憧れですもんね。なるほど、まあ、これらのオプションを組み合わせることもできるっていうことですね、はい、ロングネックにして、ラッカー仕上げしたいよとか、はい、飾り入れたいよとかいうのを合わせれちゃうと。あとその他にもヤリ板の、ね、フルオーダーもっともっと大幅に、ね、そうですね、ポジションマーク変えたいとか、はい、なんかね、ペグも変えたいよとか、フルオーダーの注文も別途、受けることができますので、注文もお待ちしております。お待ちしております。ということは、このウクレレのこのオプションを全部、はい、全部持っちゃうと、これ最終的にいくらになっちゃうんですか。これは例えばソプラノであれば全部、込み込みで302,500円ということで、はい、まあ、かなり美味しいお値段にしますね。すコア変更が かなり持っててますけど、そうですね、14万ぐらいいくんで、うん、まあ、希少材なんでしょうがないですね。ですね、ぜひ体感していただきたいですね、はい、楽器店などを通じてね、ご注文していただけた暁には、はい、僕たちがあなたのために作ります。なんすか、お願いします。やっぱりね、気になる音を3本ソプラノコンサートテナーと出してみたいなと思いますので、はい、行ってみましょう。お願いいたします、はい、戻ってきましたけども、はい、ウクレレらしい音になってたなって第一印象が思いました。ヤリギターのウクレレはギターの音よりだったのかなっていうのは、そこから抜け出ていなかったかもしれないなっていうところあるんですけど、今回やっぱりウクレレらしい音がコロコロっと出てくれたなっていう気がしますが、狙い通りです。はい、このソプラノとコンサートテナーっていうのは使い分けっていうのか、そういうのはあるんですか。そうですね、基本的には好きなものを、好きなあの音色のものを選んで使っていただくっていうのが一番いいとは思うんですけども、傾向として多いのはソプラノが一番オーソドックスなウクレレのサイズっていうこともありまして、うん、まあ、一番最初に手にする人が多いかなと思います。例えば弾き語りだったりとか、そういったことに使われる人は多いかなと。で、例えばコンサートとかになってくると弦長も長くなるので、まあ、よりテクニカルなことをされる方、例えばソロウクレレとか、
そういった演奏される方には好まれたりします。で、まあ、テナーになってくるともっと音がダイナミックになってくるので、例えばジャカソロって言われる演奏、だったりする方はよく好まれたりしますね。まあ傾向なんで、本当に好きなものを選んでいただくっていうのが一番いいかなと思うんですけども、やっぱりそれぞれ音が違いましたしね、やっぱり、好みはそれぞれだと思うので選べていいんじゃないかなと。そうですね。というわけで、今回もあれ言っちゃおうかなと思うんですけど、この2人コンビで来てくれたんで、一発言ってもらおうかななんて思うんですけど、かましますか。はい、もう頑張ります。ワン、ツーで入りましょうか。ワン、ツー、ワン、ツー。忘れていた目を閉じて取り戻せ恋の というわけで、2人を招いて、ウクレレ紹介してきましたけれども、かわいいデザインで、そしてかわいい音が出てくれました。じゃあ最後に何か言いたいこととかありますか？そうですね、丹精込めて作っておりますので、ぜひお手に取ってハワイの風を皆さんにぜひ感じていただきたいなと、そう思っております。金子君から。はい、とにかく鳴りをよく作ったので、僕ら納得して作ってるんで、出来上がった時に感動したんですよ。毎回弦かけてる時にもうすごいええ音やなって思いながら作ってるんで、それをぜひお客さんにも聞いていただきたいと思います。タッチコメントは受け付けてませんので、そうですね、お願いいたします。手に取ってもらうためには、全国の見てらっしゃる楽器店さんもぜひご注文お待ちしております。はい、というわけでこれで終わっていこうと思います。今回もご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。さようなら。最後まで見てくれてありがとう。 Twitter、Instagram もフォローしてね。それではまた次の動画で会いましょう。バイバーイ。